マリオシリーズペーパーマリオシリーズスーパーペーパーマリオスーパーペーパーマリオはインテリジェントシステムズ開発、ニンテンドー発売の Wii 専用ゲームソフト。略称ではスペーマリが使用されることが多い。ペーパーマリオシリーズの第3作目でそれまでの作品とは違いゲームジャンルがアクション RPG からアクションアドベンチャーに変更されている。また、Wii で 初めて発売されたマリオシリーズのゲームである。前作、ペーパーマリオ RPG でも、キャラや仕掛けが紙のようにペラペラだったが、今作では、一見横スクロールアクションを思わせるが、A ボタン一つで、3D マップに切り替えるという新しいシステムが、登場する。ストーリーは、マリオたちが世界を救うため冒険するという他にも、見受けられる内容だが、ギャグ混じりではあるものの、 ペーパーマリオ RPG 以上に全体的にシリアスなストーリーが目立ち、それ以外にもオタクや自然と文明人との共存、死後の世界などを題材にしたエピソードの登場、愛をテーマとする全体のシナリオなど、マリオシリーズとしては非常に異質なストーリーが展開される。テーマに沿ってキーアイテムとなるピュアハートも星ではなくハート型となっている。舞台が マリオたちの世界とは違う次元であるため、世界観も他のシリーズとは大きく異なる点が多い。例を挙げると、作中で登場する古来の民は、魔法使いというよりも、錬金術師としての意味合いが強く、フェアリンは古代の民が人工的に作り出した生きた道具であったり、ピュアハートの防衛として、ロボットを使用するなど、古代のオーバーテクノロジーが、 物語の背景として存在する。2006年5月の E3 内で発表され、一旦は任天堂ゲームキューブで同年8月3日発売予定とアナウンスされた。しかし同年の7月にドンキーコングたる Z レースと共に発売の延期が決定した。その後9月にプラットフォームを GC から Wii に変更することが発表された。 2007年2月21日の任天堂の小売向けソフト体験会において日本国内での発売日が2007年4月19日であることが明らかになった。プラットフォームを GC から Wii に移行したことについてこの作品のプロデューサーを務めた田辺健介は任天堂ドリームのインタビューでこれは記事にできないと思います。現場にとってもびっくりやったし。 急なことやったとだけ言うときましょうか、とコメントしている。ある時、マリオとルイージが、久しぶりに、キノコ城を訪ねようとしていると、キノピオが、キノコ城が襲撃を受けてピーチ姫が誘拐されたと、伝えてきた。マリオとルイージはクッパが誘拐したと考えて、クッパ城に乗り込んだが、クッパは、まだ何もしていないという。そこに、ノアール伯爵と名乗る人物が、 ピーチ姫と共に現れた。ノアール伯爵は、黒の予言書に書かれた予言を実行して、世界を滅ぼすと言って、攻撃してきたマリオを帰り討ちにすると、クッパをその場にいた部下やルイージ・諸ロも連れ去り、次元の穴を生み出すと発言して去っていった。少しして、ノアール伯爵は、ピーチ姫とクッパの結婚式を執り行っていた。ピーチ姫が、 白爵の側近であるナスタシアの催眠術で無理やり愛を誓わされると混沌のラブパワーなるものが生み出されその場に至るイージがそれを踏んだことによりピーチ美名クッパルイージはどこかに消えてしまったノアール白爵はもう彼らに用はないと言って黒の予言書の先の内容に進むことにした一方マリオが目を覚ますと目の前にフェアリンという妖精のアンナがいて 一緒に来てほしいという。着いた先は、キノコ王国と違う次元にある町ハザマタウンだった。そこにいた、デアールは、ノアール伯爵が黒の予言書を使って、次元の穴を作り、世界を破滅させようとしていることと、八つのピュアハートを集めた勇者のみがそれを止められることを話した。マリオは、ピュアハートを集めるため、冒険に出る。本作は、 前作と異なりいわゆるアクションアドベンチャーとなっているが、以下のようなシステムがあり、前作までの RPG の要素も若干残った形式となっている。敵を踏んで空中に浮いている時にウィーリモコンを振ることでアクロバットアクションが発生して、成功するともらえるスコアが少しだけ増えていく。キャラクターによって行うアクションは異なる。地面に着地せずに続けて敵を踏み、 アクロバットアクションを連続で成功させることでもらえる、スコアがさらに増えていく。Wii リモコンを左右に何回も振ることで通常より、スコアが多く手に入るが、難易度は高い。今作のアクションコマンドは、アクションコマンドが可能なアイテムを使用した時と一部を、除いた状態異常が発生した時に入力する。アイテムや状態異常によって、アクションコマンドの操作内容が異なる。 また、アクションコマンドの結果に応じて、効果の内容も異なる。敵の攻撃やアイテムなどにより、キャラクターが状態異常を起こす場合がある。中には、有利なものもある。悪い状態異常を直す方法は、アクションコマンドを行うと、時間が経つまで待つと、アイテムで回復すると、ダメージを受けるの4つがある。なお、主人公の4人は後に、同じく Wii で発売された。 大乱ースマッシュブラザーズ X にてこれらをモチーフした鑑賞フィギュアが登場している。ピーチとクッパは冒頭のウェディング姿もフィギュアになっている。ゲームを進めていくと仲間になるキャラクター。それぞれ固有の能力や性格を持つ。前期のように、アンナ以外のフェアリンは奇妙な思考回路でおかしな喋り方をするが、仲間になった後にフェアリンが喋るイベントはない。本作で登場する。 敵組織。黒の予言書の内容に従い、ピーチ姫とクッパを利用して、混沌のラブパワーを作り出して、世界を破滅に導こうとしている。ノアール伯爵は部下に、世界を滅ぼした後、理想の世界を自分たちで新たに創造するとして、従わせている。今作で、マリオたちが冒険する世界。今作のサブ要素として用意されており、キャラクターのイラストが描かれている。 イラストは敵キャラのほか、サブキャラや過去のシリーズで登場したかつての仲間たちが描かれたものなどもある。カードは主にカードショップでカード袋かカードを直接購入するほか、アイテム、捕獲カードで敵を捕獲したり、宝の地図などで入手できる。ランクのカードは、ノーマルカードのカードは、スーパーカードのカードは、スペシャルカードと呼ばれている。 敵キャラのカードを持っていると、その敵キャラに与えられるダメージの量が倍になる。RVLR8PJ-0。ありがとうございます。